中学生らしく元気に、そして粕屋祭りを盛り上げられるよう一生懸命踊りますので、ご声援よろしくお願いしますとのことです。さあ、せっかくですのでね、審査も終わったということで、ちょっとここで若者にお話を聞きたいと思いますけれども、2校の合同連ということですが、練習とかどうでした？練習はサバアリーナまで取ってもらってしました。もうみんなの気持ちが合わないこととかありませんでしたか？でも2回ぐらいしかやれてないので、初めから頑張ろうみたいな感じで来ていたので、やっぱり粕屋の若者ですよ。2回しか練習してないのに心を一つにということで、せっかくですから皆さんにちょっと一言ずつ聞きましょうかね。今からの意気込み一言聞かせてください。とても緊張するんですけど、みんなで集まるで力を合わせて頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。そうです、今年のテーマはアズワンです。さあ、そして緊張してると思いますが、一言お願いします。もういっぱい練習、いっぱい復習したみんなで 100% 以上の力で踊りたいです。はい、ありがとうございます。さあ、そして男子は一人ですけれども、意気込みを聞かせてください。精一杯声を出します。はい、お願いします。では、それでは改めまして、中学で優部長の皆さん、お願いします。こんにちは。皆さん、こんにちは。加瀬理科式中学で部長の山口空です。では、中学
はい、ありがとう。